ではごゆっくりお楽しみください。こちら杏仁の上のいちごの生杏仁プリンを食べたいと思います。生杏仁プリン、杏仁豆腐とはまた違うの。だそれじゃダメなの、突っ込みたくなりますが、まあ食べてみればわかりますよね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。ではいただきます。プリンなので若干卵感があるんですけど、こちらがといえばちょっと固めの杏仁豆腐というか、そんな気がしましたね。上のいちご味はしっかり酸味を感じられて美味しかったんですが、杏仁だとどうしても杏仁豆腐を想像してしまうので、プリン杏仁豆腐どっちつかずな感じがちょっとあるかなということで、こちらも点数とさせていただきます。美味しくはしたんですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。